はい、どうも、駿河プライドです。今回も、J クラの方、やっていきたいと思います。現在、9月7日の23時30分を回ったところです。今日までやっていたトロランの方は、459位、というところで、のフィニッシュでした。トロラの結果報告と合わせて、今回の期間中に出た宝箱の中身の方も紹介していきたいなと思います。金の宝箱からは85件は出ず、バンディエラ件も出ませんでした。一番出たのはガチャチ系で、割合にして28.1%というところでした。ライト券は6枚で、非常に特攻という意味では助かったんですけれども、85件、バンディエラ券、お気に入り70件が1回も出なかったのは少し残念だったなと思います。続いて銀の宝箱です。銀の宝箱は合計で75回開けまして、一番出てきたのが700万人コインの2コインの方で、11回、14.7%というところでした。その他のところだとライト券すら出ないという厳しい結果でした。正直トップレベルで厳しい内容だったなと思います。今回のトロラは個人的にはかなり宝箱の中身が厳しい回でしたね。人によるとは思うんですけれども、ここまでひどい人もなかなかいないんじゃないかなと思います。ここからは報酬も含めてのガチャの方に移りたいと思います。今からガチャとトレキャンの25%のブーストの方を4回チャレンジしていきたいと思います。では早速、まずはガチャ券の方やっていきます。ガチャ券をまず回して、その後にガチャチケの10連の方をやっていきたいと思います。まずは55以上ガチャ券の方が3枚ほどあるので、そちらから回していきたいと思います。緊張の瞬間、期待を込めて。隣案件ですね。まあこんなもんでしょう。上田選手。続いても55以上ガチャ券やっていきます。トレードコインのこと考えても隣の赤蹴ってほしかったですね。田中選手。55以上ガチャ券最後の3枚目やっていきます。55以上は全部白というところで、まあ本番ここからなのであれですけど、松田選手、また大宮の選手ですね。続いて70以上ガチャ券やっていこうと思います。お、虹来ましたね。誰なんでしょうか。庄司選手。またちょっと微妙なところ来ましたね。続いて75以上ガチャ券やっていきたいと思います。竹内選手。これは、まあ、バンディエラ手に入れたところなので、まあ、育成という意味でもありがたい引きですね。ここから80以上ガチャ券2枚をまずやります。
また赤玉ですね。熊谷アンドリュー選手。2回目の80以上ガチャ券いきます。金字か緑にチケット欲しいですけど、なかなかそんなうまくはいかないですね。奥山選手、ガチャ券としては最後の85以上 30% 確率のバンディエラガチャ券いきたいと思います。ここでいい引きしてくれればいいなと思うんですけど、そんな甘くないですね。 30% なんで、いや、これでズドン来てくれると嬉しいんですけど、金城選手、ライト券でしたね。ガチャ券の方はなかなか厳しい引きだったんですけど、ガチャチケの10連でいい引きできればなと。 YouTube とかでは見てますけど、普通にガチャチケ蹴るより1回ずつ蹴るよりいい引きができそうな感じはするので、10連で、まあ初めてなんですけども、合わせてみたいと思います。まあ、ちょくちょく白玉あるのでそこら辺が怖いですけど、キニジとかも結構流れている感じはするので、キニジ蹴りたいですね。ただの黄色ですね。秋山選手で2枚続けて、秋山選手、大谷選手、若狭選手、谷奥選手、堀米選手ですね。スケボーの堀米選手と間違えられてフォロワーが増えた堀米選手ですね。清水選手、深津選手、バンディエラ、岸田選手ですね。これ最後の1枚でドドン来てくれ、お、来ましたね。島尾選手、またちょっと微妙なところ来ましたね。で続いてトレキャンのブーストの方やっていきたいと思います。誰あげるかちょっとまだあんま考えてないですけど、あげるなら今後も使う選手行きたいところなので、倉田選手、バンディエラの倉田選手行きたいと思います。まあ1回目 25% なんでですね、まあ、失敗は全然許容の範囲ですね。2回目いきます。2回目も失敗ですね。まあ、でもあと2回チャンスあるので、1回成功すれば確率通りというところにはなるので、3連続失敗ですね。これで成功しなければちょっと確率論的にはおかしいなと、ちょっと厳しいですね。なんか前回も4連続失敗あったので、なかなか厳しい感じにはなってる、設定されてるのかなと少し感じてしまいますね。で最後に島尾選手と竹内選手のフュージョンの方して終わりたいなと思います。また島尾選手、
夜勤 EP ついてほしいですね。金 EP の姿ちょっと見当たらないですね。ちょっと厳しいのかなと。いや、この中だったら、カットイン一択だなっていうところがあるんですけど。ディフェンス B。ちょっとこれ厳しいですね。結局センス変わらずというところで、正直試験を無駄にしただけっていう形になりましたね。続いて最後、竹内選手のフュージョンして終わりたいなと思います。少しでもいいスキルがセンスがついてくれると嬉しいんですけど、どうでしょう。金 EP、銀 EP とかいるので、カットインのとかもいるんで、ちょっと期待したいですけど、ここを乗り越えられれば勝ちなんで、乗り越えてほしいです。お、乗り越えましたね。勝ち、ほぼ勝ちですね。これで、パススキルの B 来たら最悪ですけど、それだけは来ないように。トイニンですね。竹内選手、今回のバンディエラ A スキルスルーフィードなんで、これありがたい形になりましたね。これで、まあ、少しずつクラちゃんに向けて竹内選手自体も育てられてるのでいいのかなというところで、島尾真手選手のフュージョンには失敗しましたけど、竹内選手成功したんで、まあ、最終的には結果オーライっていうところなのかなっていうところで、今回の動画終わりたいなと思います。よければ高評価の方とチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。